おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。9月26日日曜日の全国のお天気をお伝えします。上空の寒気を伴った気圧の谷の通過に伴い、近畿や中部では雨が降り、強まる雨や雷雨となる恐れがあります。日本海側を中心に突風や雹にも注意が必要です。関東や東北の太平洋側では北東からの湿った空気の流れ込みにより雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。一方、九州や沖縄、北海道では日差しが届くところが多くなります。九州や沖縄では昼間は蒸し暑くなりそうです。北海道は昼間は過ごしやすい体感ですが、朝晩は冷え込みますので、一日の気温差、体感差にご注意ください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。